マイクラで絶対に解除できない爆弾。この前も解除できない爆弾を紹介したんだけど、実は某建築ピエロさんに解除されちゃいました。でも 1.19 でスカルク系ブロックが追加されたことで本当に絶対に解除不可能な爆弾ができた。まずスカルクセンサー2つを地面に置いて、その上に羊毛3つをこんな感じで置く。次に下向きのピストンを角に2つ、その下に TNT を置いたらレッドストーンブロックでピストンを起動する。注意、ここからはスニークし続けないと誤爆しちゃう。そしたら上のレッドストーンを壊してから、ピストンと羊毛を地面に落とさないように壊したら完成。もちろん歩いて近づいたらセンサーが反応して爆発しちゃうし、スニークで近づいても TNT かスカルクセンサーどっちから壊しても爆発しちゃう。みんなだったらこの爆弾どうしますか？コメントで教えて。